इसमें थोड़ा सा फिर भी लोग ट्राई करने के नहीं इंटरेस्टेड तो हैं, पेशेंट आए थे उस दिन भी आए थे फ्री कैंप के दिन, हो सकता है जैसे कितना क्या रहे, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्या? नहीं ज़्यादा नहीं, लोगों का ये रहता है ना जैसे कैंप में तो विजिट तो कितना क्या रहता है, थोड़ा सा उनको ट्राई तो कोशिश तो करेंगे, पेशेंट आएंगे तो गिराएंगे भी, देखिए एक महीने के बाद फिर हाँ उसके बाद हाँ, दोबारा जो काम अभी हो रहा है बहुत एक एक्सपेरिमेंटल मोड में, आप समझते हैं हम खुद सीख रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, नहीं वो भी है और थोड़ा सा उसमें हर उसमें टाइम तो लगता है। 結局この日も村で診療所に来た患者は6人でした。 農村の医療事情を改善したいと始めた医療バス。しかし、カビクルトさんたちの熱意が通じず、撤退を余儀なくされた村もあります。人口7500のクラリオンカバス村です。医療バスが撤退して一月。村にはまだ宣伝のチラシが貼られたままでした。この村には以前から正式な資格を持たずに治療にあたる人がいました。病院がない農村ではこのような無免許医が昔からおり、村人は頼ってきました。専門家が治療にあたる医療バスが来るようになっても、村人たちは資格のない医師に診てもらうことをやめようとしなかったのです。ये स्प्रिट का है, ये पेट्रोल है। हमारे पास मोस्टली जैसे फाजे या नेत्री या सेकी दे कुरुशिमु कांजा गा किमास या किसी के जैसे कोई देकी मोनो गा देकी ता कांजा मो किमास यो चिरियो निवा जिशिन गा आरिमास ताइते वा मिक्का बुन नो कुसरियो वाताशिमास それを飲んでも治らない場合はピラニーの病院に行くようにアドバイスします。専門医を紹介することもできます。インドでは資格のない医師が不適切な治療をしたことでかえって病気を悪化させるケースが相次ぎ、社会問題になっています。しかしそれでも農村では長い付き合いのある無免許医を頼りにする人が依然多いのです。村の人は新しいことを受け入れる準備ができていないんです。おじいさんやひいおじいさんの時代から続けてきた古い慣習があるからです。例えば石鹸を買いに行く店でさえ何世代の間も同じ店で買っています。医療の場合はもっと難しいんです。私たちがやろうとしていることはインドでは前例のないことです。村人が私たちを理解し受け入れてくれない限りうまくいきません。それがこのビジネスの鍵なんです。一つの村で15人の患者、この採算ラインを目標に巡回は続きます。しかし長年続けてきた村人たちの習慣を変えるのは容易ではありません。カビクルトさんは診療所の前に村人たちを集め、自ら直接訴えかけることにしました。ピラニーの病院まで朝行って夕方帰ってきますよね。一日潰れて仕事ができず、その日の稼ぎがなくなります。町の病院には一人では行きませんよね。患者には付き添いが必要です。費用も余計にかかります。私たちのコンセプトは患者が病院に行くのではなくて医者を患者のところに連れてくるというものです。これが成功するかどうかは皆さんの協力次第です。ガソリン代や人件費も必要です。医者は10時間以上働きます。ですから皆さんには1回30ルピーの診察料をお願いしたいんです。なんとか村人に
この医療バスを理解してもらいたい。カビクルトさんの必死の説得が続きます。私たちの料金は町の病院に行く場合の半額以下です。町に行くお金を私たちの方に使ってください。この会社は皆さんのためにやっていますが、利益がなければ続けることができないこともはっきりとお伝えしておきます。午後6時、診療が終わりました。この村でも患者の数は4人にとどまりました。しかし村人たちはカビクルトさんの説明に興味を持ったようでした。信頼しますよ。でも彼らはこれまで何も言ってくれませんでした。今日初めてきちんと説明を聞きました。何をやってるかもっとみんなに説明してほしいですよ。私も今日初めて聞かせてもらいました。やっぱり何をやっているのか知りませんでした。医療バスはいいアイデアだと思いますよ。家のすぐそばにあるし、薬もちゃんとしたもののようだしね。きちんと説明してくれればよかったのに。7月末、カビクルトさんは銀行に向かっていました。スタッフの給料に充てる現金を引き出すためです。